こんにちは、もたいです。今回はマスカレードのイデアが来るまでガチャを回していきたいと思います。正直、我慢してスルーしようと思ってたんですけど、イデアの立ち絵が良すぎて、どうしてくれるの？そう、君が良すぎたせいだからね。綺麗だったよ、イデア。あとさっきまでガチャを引いていたんですけど、11連までかな。まあ、大して引きが良くなく、乗せるほどでもないと思うので飛ばします。何本もガチャ動画を出しているけど実況するのが苦手でね。またただのフリートークタイムに入ります。正直ね、早く終わらせたいの。なぜかというと、お腹空いてるから。もう焼けば美味しくなる状態でハンバーグが私のことを待っているの。もったい、俺を食べてくれ。今食べ頃だぞ。生なのに？当たるよ、そんな冒険したくないよ。普通に焼こう。バーグバーグ、ハンバーグ。ダメ。こんなことしてたら余計お腹が減る。もうここはね、何も喋らないで、テロップだけでガチャ動画を作ろうと思ったんですけど、今までやっていたのに急にやらなくなるのもなぁと思って。とりあえず、この後ハンバーグがもたいのことを待ってるぞって思うと頑張れるんですよ。お前のために頑張るって思えるの。よそ見すんなよ。私のことだけ見てろよ。なあ、ハンバーグ。いや、これじゃハンバーグ怯えるわ。冷蔵庫の中で今きっと震えている。多分寒さじゃない震え。どうしよう、テイク2行くか。よそ見しないでね、ハンバーグ。何やってんだろ、私。わー、やった、来てくれ。マッチョ、え、紫？さあ、踊りましょうか。街に響く鐘の音まで、僕らを歓迎してくれているようだ。アズ！なの？あなたもうね、3人目なのよ。めちゃくちゃいるの。大丈夫。足りてるよ。多すぎるということはないけど、足りてるよ。うわぁ、どうして？あとさ、ハンバーグのタイミングで出てくるのやめてもらっていいかな？そっちが勝手にやりだしたんだろって言われたら、まあ、それだけの話なんだけど。そういえば、アズールのガチャ動画？もう、結構見るんですけど、もう人様のガチャ動画見るの好きなんですよ。アズールの時って皆さん割と唐揚げちゃんと準備してるんですよね。そう、偉いなと思って。唐揚げもったい、基本的に推しと食の好みが合わないんですよ。なので、唐揚げそんなに好きじゃないんですね。で、最推しのリドル君はイチゴのタルトが好きじゃないですか。もったいは果物全般が得意ではないので。そう、そうなんです。だからコラボカフェだといつも大変なことになってる。食の好みが合う人は誰かなと探したんですけど、ジャミルバイパーでしたね。カレー、もうカレーはね、もう美味しい。だけどあれなのね、カリムはカレーが嫌いなのね。で、カリムの苦手なことは一人飯って書いてあったかな。一人でご飯を食べること。で、なんかモタイと真逆で、モタイは好きなことが一人でご飯を食べること、好きな食べ物、カレーなので。どうして私たちこんなに遠いんだろうね、カリム。カリム。カリムみたいな人がね、クラスにいたら嬉しいんだけどね。もう絶対にね、遠くから淡く光を浴びていたの。もう直とか、ダメ。もうなんか、もう弾ける。自分の体が。陽キャね、陽キャ大好きなのよ。陽キャ大好きなんだけどね、なんかね、体が弾けるの。ふわーってなるの。もう、いや違うの、もう陽キャは大好きなの。なんだろうね、大好きなのに、なんか、ひえーってなってしまう、この気持ち。もたいの動画ってね、100連だったとしても、だいたいね、10分かからないんですよ。皆さんはどれぐらいの動画の長さの方が見やすいですか？まあ、もたいはね、本当に短くしすぎなんですけど、生配信とかだと、ほら、1時間とか、2時間半とか、あるじゃないですか。まだそういった系のガチャ動画は、ちょっと時間が取れなくて見てないんですけど、すごいな。だって、いっぱい喋れるんですよ。まあ、もたいはこの長さでハワハワしてますよ。だから早く来てくれ、イデアシュラード。ちなみに皆さん、名字は、どの名字をもらいたいですか？なんだこの質問。ツイステの出てくるキャラクターたちの名字、何になりたいですか？どの名字が欲しいですか？
またいっぱい考えたの。中二だからね、ちょっと長い方が好きなの。アーシェングロットとか大好き。ドラコニアとかもいいよね。リーチ、リーチもね、可愛いよね。リーチいろいろ考えてみたんだけど、なんかモモコジグボルトになると急にごつくなるの。あ、ちなみにモモコというのは自分の名前です。いつもモタイですって言ってるんですけど、あれは名字です。芸名、ハンドルネームだと思われることが結構多いんですけど、あれはもう本当にただ単純に本名です。だってモタイモモコですよ。これがもう芸名だったらどんだけ目立ちたいんだって思いますの。わ、着信が来た。ごめんね、後で折り返すから。ごめん、本当に。はいはい。正直欲しかったんですよね、芸名。芸名憧れる。 YouTube を始めるときにこっそり変えちゃえばよかったのにね。普通にモタイモモコで作っちゃったよ。ちなみに魔行が苦手な方はマミムメもね、モタイモモコ言えないんですよ。待って、そろそろ SSR の瞬間じゃない？ちょっと待機してましょう。もうちょいか、あと一回かな。イデア、イデア、ふぅ、これでイデアじゃなかったらどうしよう。花の町なんて僕には似合わない。仮面をかぶれば少しは心が安らぐかな。花がある顔して何言ってるんだか。ほらほらほら、この立ち絵、この立ち絵よ。もうお洋服がね、もうすっごい好き。これ売ってくれないかな。マタイね、ロリータが好きなんですよ。あと襟がね、華やかなお洋服がとても好きなの。だからね、今回刺さったの。もうこの立ち絵好きだし、このお洋服も好きだから、ぜひとも売ってほしいな。よろしくお願いします。無事イデアをお迎えできました。ちょっとね、マレウスは考え中でございます。もう石がないの。あとガチャ動画を出すのをちょっとね迷っていて、なので今回が最後かもしれないです。ご視聴いただきありがとうございました。